早竹人です。今日は Amazon Go に行ってみようと思います。はい、ということで今私ですね、旅行でサンフランシスコに来ているんですが、サンフランシスコはですね、やっぱりかなり進んでいます。日本と比べると。まあ、自転車をね、アプリで借りて乗ったりできたりするのもあったりとか、いろいろあるんですけど、アマゾン大好きな私としては一つ絶対に行っておかなきゃいけないところがあるんです。それがアマゾン GO になります。アマゾン GO は何なのってご存知ない方のためにお話をすると、日本にはまだないんですが、アマゾンのアプリ、をインストールした状態でお店の中に入って、お店の中から好きなものを持って外に出ると、もうそれで金額がアマゾンに請求が行くというようなコンビニ、まあ、スーパーというか、そんなような感じらしいんですよ。で、僕それウェブで記事を見ただけなので、実際に行ったことはないんですけれども、今僕が泊まってるこのホテルからわずか200メーターのところ、2ブロックぐらい先のところにですね、なんとアマゾン GO があるんですね。なので、ちょっとそこに行ってみようと思います。で、今はスナック菓子ちょうど食べたいなと思って、なんだけどないので、そこまで行って実際に買ってこようと思ってます。サンフランシスコでね、ドレキンさんとケントさんに会ったので、ちょっとお話をしてですね、どうやったら使えるのかっていう話をさせてもらいました。そしたら、Amazon の日本アカウントではどうも使うことができないみたい。なので、私はですね、今ここで、アプリがあるみたいなんですよ。それを登録して、US の Amazon のアカウントを作らないと使えないと。いうことをお二人ともおっしゃっていました。と、まずは Amazon のアプリですね。Amazon Go のアプリを検索します。App Store で、まあこれ iPhone ですけど、Amazon Go ってやると出てくるんですよね。こんなアプリですね。見えるかな？ちょっと光ってみないかもしれません。これ Amazon Go のアプリです。これを入れます。まず入手。で、Amazon のアカウントを作らなきゃいけないんだけど、もちろん僕アメリカに住んでいるわけじゃないので、住所はないんですけど、ホテルの住所にしてクレジットカード登録しちゃえば使えるよっておっしゃってたので、それでやってみます。まずは Amazon Go 入ったんで、ちょっと開いてみます。こんな感じで出てくるね。英語だね、もちろん当たり前なんですけど。全部英語で来るんで、ファーストクイックイントロダクション、ウェルカム。User apps to enter. ああ、なるほどね。QR コードみたいなのが出るんで、それを持って入りなさいってことですね。で、あとは anything you take. 適当に取れよと。取って、戻したらちゃんと元に戻りますよってことみたい。あとはもう持って出るだけですね。そうすると、もうお金が支払いが完了するよっていうような絵が出てきました。なるほどね。で、ここでアカウント出てくるんですけど、ここ日本語のアカウント入れると使えないってことみたいなんで、create new account。クリエイトニューアマゾンアカウントします。で、今、クリエイトアマゾンアカウントしました。今、まあ、簡単ですね。メールアドレスであれば登録できるんで、アマゾンの、US のアマゾンの、アカウントを私作った感じです。で、ここにクレジットカードを登録します。ちょっと見せられないけどね。クレジットカード登録します。今ね、カードの登録終わったんですけど、やっぱ住所を入れるのが出ましたので、このホテルの住所を登録します。OK。ホテルの住所とか登録できたので、これでいけるはずです。なので、これを使って、デフォルトカードにして、ハロー竹人って出てるんですよ。ここにね、見えるかな。なので、これ使っていけると思いますんで、ちょっと Amazon Go 行ってみようと思います。はい、それではちょっとホテル出て行ってみます。よいしょ。そもそもどっちか分かってないんだよ。そっちか。こっちみたいだな。これも一応安全な場所ではある程度ありますけど、ちょっとやっぱり騒いでるやつとかいるから、あんま無茶しないようにはしたい。私の予想ではこっちに1ブロックか2ブロック行ったらもうすぐありますね。ちょっと行ってみましょう。そこの角はもうそうだと思うんでね。もう一個か。もう一個先か。9時まででね、今時間がね、もう8時40分ぐらいなんですよ。あの明るいあそこだな。あ、見えるな。Amazon Goって書いてある。やってんのかなあれ。なんか暗いぞ。やってないかもしれない。やってなかったら泣いちゃいそうなんですけど、楽しみだな。どんな感じなんだろう。日本でもね、いずれ流行ると思うんですよ。いずれ日本でもAmazon Go来ると思うんで、こっちで始まってもう結構経ってんのかな。1年2年経ってんですかね、わかんないけど、日本ってただ結構ね、手厚くすんのがお店とかも上等手段じゃないですか。だから日本に来るかどうかわかんないけど、あんま店ないんだよね、これ。なのでちょっとどうかな、そこの角だと思います。あと20分あるから大丈夫かな。
次の角がそう、どうかやってますよって感じなんですけどね。やってなかったらどうしようか。でスマホさえあれば要はもう何もいらないと思ったもんね。これで見えるかな、 Amazon Go。 じゃあ早速ちょっと中入ってみます。撮ってて怒られたら止めちゃうかも、ごめんね。 Thank you。 撮っていいって。じゃあ行きます。これで立つのかな。お、Go って出た。で入ります。あ、お店いっぱい品揃えある。ケーキからご飯からすごい、ランチセットこんなのもありますね。で撮っていいって言われたんで撮ってますけど、音楽流れてるからちょっと音量もしかするといろいろいじっちゃうかもしれないな。どうしよっかな、いっぱいあるね。まだあと15分ぐらいあるから軽く見ようか。お寿司もあるし、サラダ、あとお菓子もある。こんな感じ、お菓子もいっぱいあるね。あ、俺の大好きなドリトスナチョチーズがあるな。これでもあれ全部買う、食うと太っちゃうからな。やっぱこう楽しい、なんだワクワクする、何もしないのも出れるんだもん、ね、すごいね。そしたらどうしようかな、この辺はクッキーとか売ってんな。あとはじゃあオレンジジュース飲みたいな。オレンジジュース、あ、このストロベリープロテインじゃないな、オレンジジュース、オレンジジュース、あ、フルーツも美味しそうだな。オレンジジュースとあとお菓子買おうかな。ナッツチーズとこれにしよう、チェダーチーズ、チーズばっかりだけどこれにします。持てないな、カゴが欲しいな。カゴないのかな、カゴ。なんか調味料とかも売ってますね。これいらないや。これとこれ買ったでしょ、お菓子。あ、チェリーコークゼロとか売ってるな。なんかあんま見たこともない、飲んだこともないのも飲みたいよね、面白いから。これ楽しいな。これとこれとお菓子。あ、いや、これでいいな、ハーベストマントにしよう。これやめて、やめて、これにしようか。これハーベストチェダー、これこういうの好きなんですよ、なんかこういうクラッカーみたいなの好きなんで、これにする。まあ、いろいろうまそうなもんあるけど今お腹いっぱいなんですよね、残念ながら。せっかくあったんでちょっと Amazon Go のバッグゲットしましたね。これに入れて帰ります。 Amazon Go のマグカップ面白いから、600円、700円。あとこのボトルもなさそうなんで、これも買いましょう。これで以上、フィニッシュ。これで終わりで、あと出るだけかな。ここで出ればいいのかな。これで出る。これで以上しようよって感じですね。Thank you。これで今もう全部ダメ段が入ってると思いますので、ちょっとね、ホテルに戻って、ちゃんと課金されてるか検証してみます。はい、ということで Amazon Go から帰ってまいりました。ちゃんとカウントできてるのかね。あ、なんか出てるな。 Way to go your trip time was 4分49秒、つまり約5分いたよ。本当になんかね、物盗んできちゃった感覚、はっきり言って慣れないと。で、じゃあ見てみましょう、レシート。これ Today 5 items って出てるんですけど、これ押してみましょうか。5アイテムズだって、ほんと5個。こんな、この紙袋、まあ、ちょっと何買ったかまずお見せしましょうか。まずこれポテチね、なんかよくわかんないポテチ、はい、これチーズ味のポテチ買いました。それからあとオレンジジュース買ったかな、シンプリオレンジっていうやつ、オレンジジュース1本。それからあとはよいしょ、マグカップ、せっかくなんで記念に Amazon Go って書いてあるマグカップ買ってきました。そしてこれも記念ですね、Amazon Go の、水入れる真空のボトルウォーターみたいなやつ、これも買いました。あとは、僕の大好きなドリトス、小さめのやつ、これ。それからあと袋だね、これもね一応お金取るっぽい雰囲気だったんだ、 Amazon Go のこの袋だから計6点、 1,2,3,4,5,6 点、ちゃんとカウントされてるのか見てみましょう。5アイテムズ、まず1、これちゃんと入ってる、すごい。 Amazon Go マグ、
5.99 ドル、ちゃんと入ってるよ、すげえ。でこれも入ってるちゃんと、 Amazon Go、 これなボトルなんとかわかんないよ、15ドル、ちゃんとカウントされてる。でそれから、ドリトスの小さいやつ、これが、99セント。それからシンプリ、オレンジジュース、ちゃんとこれも入ってる、 1.99 入ってます。それから、最後このポテチ、これも入ってるね、 3.29 というふうに入っております。ちゃんとすげえ、ちゃんと入ってんじゃんこれ、めっちゃすごくない。でクレジットカードに、チャージしましたよってことみたい。この袋の金額は入ってない気がするんだけど、これいくら以上買うとタダとかあんのかな。もしかするとこれ袋分はなんかいくら以上買うとタダとかになってるのかもしれない。ちょっとそこが分かんないな。でもこの5品目見えてないな、ごめんね。少なくとも今僕がここにぶちまけたこの5品目は全部ちゃんとカウントされてる。持っただけだよ、取って袋に入れて持ってきただけだけど、ちゃんと課金されているという感じ。すげえな、どうやってんだろう、全然わかんないや。なんか雰囲気としてはお店の中入ってピッて好きなもん選んで、なんかこの袋これにバババッと詰めて、まあこれでも袋あったけど、これに詰めて、あとこの辺好きなもん詰めて、あと出るだけ。あの自動改札のゲートみたいなのさっき見てもらったと思うんだけど、自動改札のゲートみたいなのがピタッと止まるだけ、ピタッと止まってパカッて開いたらもう OK みたいな。多分あのパカッて開くときにセンサーでどれがあるかっていうのを検知してるんじゃないかなと思うんですよね。ただパッと見ないのよ、チップとか。だからそれがすげえなと思って。だってこれだってそうじゃない、で食べ物なんだからさ、チップなんか埋められないしさ、どうやってんだろうね、バカ不思議だわ、まあすごいわ。ただその Amazon の技術力っていうのはちょっと僕ははっきり言ってびっくりしたという感じでございました。はい、ということで今日はですね、サンフランシスコにせっかく来ましたので初めての Amazon Go 行ってみるのをお届けいたしました。いずれ日本にももしかすると上陸する日がいつか来るのかなって思ってます。サンフランシスコはねもうこんな進んでるものがあるよというような感じでございました。もし今日の動画良かったなと思ったら高評価、これからも私の動画見たいなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。Thank you.